糖病生活 Q&A 低血糖を起こす恐れがある薬はどんなもの。糖尿病の治療で使用するお薬の中には低血糖を起こす恐れがあるものがあります。これらのお薬が該当します。一方でこれらのお薬の場合、単独で使用すれば低血糖はほとんど起こりません。食後の血糖値が上がりそうな時にだけ作用する薬だからです。低血糖が起こりやすいのは食事を抜いた時や激しい運動をした時です。そうしたことがなければ頻繁に起こるものではありません。低血糖が起こったら糖分を口に入れて対処します。ブドウ糖を一口大に固めたタブレットが市販されていますが、砂糖や砂糖を多く含むお菓子、ジュースなどでも構いません。お問い合わせは LINE へ。